おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日なんですけれども、何をやっていくかと言いますと、今回のこちらですね、セプテンバープレミアムスカウト、このラインナップに登場した新レジェンドペテッティ、そして旧レジェンドのファルカン、チャールトン、アウダール、この4名の選手ですね、この4名の選手を解説していきながら、本当にレジェンド選手って今このサカツクの、ね、中で問う必要があるのかというところをですね、解説していけたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。さあまずですね、ファルカンから見ていこうかな。まあ、結局ですね、一番古いのがファルカンなので、まあ、彼をね基準に見ていきますが、総合値 12,546 のセントラルミッドフィルダーの DMF の選手になっております。まあですね、 DMF っていう括りで見てしまうと、例えば守備のところで言ったらクラッシャーだとか、攻撃にも参加できるところで言ったらインサイドハーフですとか、まあいろいろですね、いいところ悪いところ見えてきてしまうので、今回はあくまでもセントラルミッドフィルダーとして見ていきましょう。持っている特徴、騎士道、オフェンス能力ダイアップ中、マークが中アップ、鉄人で怪我しにくく、スタミナが減っても能力がとても落ちにくい、聖域パスとパスカットがダイアップする、あとはコンダクター、ロングパススキル発動率ダイアップですね。メインスキルはエラプトフィード、パスが特大アップしてフォワード選手全員のスタミナが中ダウン、あとはスパイダーマーク持っております。まあ本当にね、攻守に活躍できる素晴らしい選手ですね。能力もパス SA、 パスカット BB、 マーク SA にタックル B、 シュート B ということで、本当に何の問題もないような選手かなと思います。ちなみにセントラルミッドフィルダーの12,000超えでいくと、フランク・ランパード、クラレンス・セードルフの2名がいますが、ランパード・セードルフに関してはそれぞれですね、バンディエラとキーマン、かつ OMF も DMF も両方できるというポリバレント性があるので、正直ファルカンと比較して、ファルカンが最強っていうような言い方はできないのかなと思います。まあ、最近のところでいくとね、総合値もそこまで高くない選手が多い、高い選手が多いので、ファルカンの 12,546 がすごく、際立っているわけではないですよね。まあ、ただこの性能の万能さから考えると、どうしてもね、最強格の一角ということは、まあ、外せないのかなと思います。特徴3つではあるので、純粋な守備力で言ったらもちろんジェンナロ・ガッドゥーゾ、ダイナモのガッドゥーゾですね、だとか、あとはポゼッションのドゥンガの方がありますが、まあ、ドゥンガに関してはスタミナのところがカバーできていなかったり、ガトゥーゾに関しては攻撃面で全く貢献できないっていうことを考えると、やはりかなり強力な選手かなと思います。まあ、本当にこのファルカンに対して今の現状の DMF で対抗できるのは、私の個人的な感覚ではありますが、虚空ぐらいじゃないですかね。スタミナのところと攻守の万能さで考えると、まあ虚空ぐらいかなと思います。すごい選手ですね、素晴らしい選手です。ただまあこのファルカンの性能、現在のね、環境とかと考えると、ファルカン以上の選手っていうのが来ることはもう当たり前だと思われるので、まあ、そこまでね、この選手を取りに行くとか、この選手を取る、この選手が来たから何かチームが変わるっていうものでは、まあ、現状ではなくなってきてるのかなと思います。セントラルミッドフィルダーっていうプレースタイルも相まっているかな。攻撃も防御もできるっていう素晴らしいプレースタイルではありますが、結果ポジション的には DMF に置くしかないので、まあ、攻撃ができる DMF って扱いになりますよね。まあ、そうなるとですね、本当に守備特化の DMF と比べて採用の、優先度も若干下がってきますので、まあ、そういう面では、悪くはないですが、何かゲームを変える選手ではないといったような評価かなと思います。さあお次チャールトンですね。もうこれに関してはね、ものすごい強い選手ですよね。オフェンスマスターに5つの敗大砲ということで、まあ、シュートパワーとオフェンス能力ダイアップがあります。でメインスキルもロングバズーカ、ゴールキーパーのスタミナダイダウン、スタミナ消回復、自身のスタミナ、シュートダイアップということで、まあ、シュートダイアップなので特ダイアップではないんですが、まあ、シュート SAB なのでね、ダイアップでも十分強いです。ドリブル AB かつアグレッシブトラップのトラップ S というところもあって、まあ、本当に最強格の一角ですね。まあ、ただですね、センターフォワードの選手っていい選手が乱立しているので、
あの例えばペレとかもそうなんですけど、ペレ、デルピエロにベルカンプ、あとはハーランド、エムバペ、あの中央突破の方のエムバペですね、みたいなスタミナ系に関しては、チャールトンよりもはっきりと劣ってますが、純粋な攻撃力で言ったらチャールトンはもう全然1位ではありません。1位というか、派遣は取れてないですね。純粋な攻撃力で言ったら正直5死に入るのも厳しいぐらいかなと思います。あのオフェンスマスターっていう特徴がね、もう今もう微妙になってしまっていて、オフェンス能力特大アップが多くなってきてしまっているので、ちょっとここは、チャールトンが環境に置いてかれ始めたところかなと思います。がだがしかし、あの特徴4つっていうところもいいですよね。ただブラホビッチなんかは特徴3つなんですが、結果エリアの覇王とオフェンスマスターあるので、特徴4つのチャールトンと、比べた時に十分特徴4つクラスのものを持ってるんですよね。ただまあ全てを差し置いて5つの牌があるっていうところ、あとはプレスタイルアタッカーというその攻撃に対しての意識っていうことを考えると、強いと言わざるを得ないですね。特にこの5つの牌が素晴らしくて、選手交代をもし仮にしないのであれば、センターフォワードの選手交代をしないのであれば、もうなんていうのかな、最強ですよね。もうこれ持ってるだけでもうずっと使えるので、ただ逆に言ってしまえば、センターフォワードジョーカーに後半から変えますってなってしまうと、ただただ火力が若干足りない選手って扱いになってしまいます。オフェンスマスター大砲の特徴も悪くはありませんが、ちょっと旧時代的な特徴ですよね。半年前でも使われなかったぐらいじゃないかなと思います。本当に星5でかつ特徴4つのアレッサンドロ・デルピエロみたいなね、初期の特徴4つの星5選手と同じような性能かなと思います。なんでね、使い方によって、最高、このゲームにおけるセンターフォワードの最高クラスになるのか、それとも前半だけで使うのだったら、ちょっと、わざわざ起用しなくてもいいかなって、そういう扱いになるかなと思います。お次がアウダイールですね。アウダイールに関しては、ここら辺からはね、新しくなってきたので、純粋に実装された順番でね、ファルカン、そしてチャールトン、アウダイールと徐々に、価値がクオリティが上がってきてると思っていただければいいんですが、やはりタックル SAB、パスカット SAB、マーク BB というその鉄壁の総合値、チャールトン、ファルカンよりもきちんとね、一つの守備というところに振り切っている時点で、ちょっと強いですよね。であとはセンターバックの5つの牌がセンターフォワードの5つの牌とはやはりちょっと評価が変わってきます。もう今ね、実装されているジョーカー見ていただいたら分かると思うんですが、大半がフォワード、特にセンターフォワードですよね。もちろんウィングや OMF、 サイドバックのジョーカーもいますが、基本はフォワードのジョーカーになってきてます。なので、センターフォワードの選手は5つの牌があったとしても後半からジョーカーっていう選択肢が多く取れますが、現状センターバックをね、交代させて後半からセンターバックのジョーカーを出すっていうことはなかなかないですよね。ということを考えると必然的にフルで出すことが多くなるので、このアウダイールの5つの牌っていうところが、より価値を帯びてくるのかなと思います。ディフェンスマスターのところに関してはね、もう正直ディフェンスマスター以上の、守備能力特大アップみたいな特徴も出てますし、ソル・キャンベルみたいなね、化け物みたいな、守備力を誇る選手も出てきているので、そういうところで見るとアウダイールも純粋な守備能力でいってしまうと、もう弦楽器をトップクラスでは全然ないんですが、それでもですね、この5つの牌というものの価値がセンターフォワードとセンターバックでは少し違ってきてますので、そういう面で考えるとアウダイール、現状のセンターバックの中ではもう三振に入ると言ってもいいぐらいの選手になってきているのかなと思います。現状5つの牌持っている、センターバックがクーマンとアウダイールだけですので、どちらか仮に持っているとですね、ちょっと楽なのかな。特に無課金の方はですね、使い回すことが多いと思うので、そういう中だと5つの牌があるとより良いですよね。ちょっと私がアウダイール持っているのであんまり話すとですね、自分の持ってる選手利益みたいになってしまうかもしれないので、ここら辺にしておきますが、やはり新しくなっている分、ファルカン、チャールトンに比べてはより良いのかなというところです。そして今回のフェテッティですが、もうアウダイールを全て過去にするぐらいのレジェンド選手の中では、素晴らしい選手だと思いますね。アウダイールも良かったですが、フェテッティに関してはもうトップオブトップですね。最高だと思います。今までのゴールキーパーの最高って、マンチェスターシティのブラジルのエデルソンだったんですが、エデルソンも悪くなかったんですが、桁違いますね。アウダイールみたいな特徴があるからっていうものではなく、全ての面においてフェデッティが最高です現状。
まずキングオブゴールキーパーでゴールキーパー能力が特大アップで、フィジカルセーバーでセービング特大アップ、パワースピード大アップということで、もうなんていうのかな、最高ですよね。あのアウダイールとかに関してはまだまだ、例えば守備能力、ディフェンス能力特大アップみたいな特徴で上を作れたんですが、このペテッティに関しては特徴4つでこの構成にしちゃうと、これ以上の選手ってどうやって作るのかなっていうところなんですよね。うん、で健康セービング飛び出しダイアップ、なんかちょっと強すぎますね。シャットアンドボールでセービング飛び出し発動率も特大アップです、まあ、ここまで見てね、セービング特大アップで、まあセービング飛び出しダイアップ、いやいやゴールキーパー能力特大アップで、まあ、唯一ハイボールがねキングオブゴールキーパーでしか触れられてないことを考えると、ハイボールちょっと微妙なんじゃねって思いきや、一応ねハイボール AB で上がるんですよ。でちなみにこのペテッティのハイボールの処理能力って全ゴールキーパーの中で1位なんですよね。あ、ちなみにセービングも1位なんですけど、セービングハイボールの処理能力1位で飛び出しが3位なんですよ。やばくないですか。やばい、飛び出し3位ですけど、キングオブゴールキーパー、フィジカルセーバー、健康でおそらく特徴込みだったら1位なんですよね。全ゴールキーパー能力が現環境で1位、かつブリリアントセーブでセービングメンタルが超特大アップ、フォワード選手全員のシュートメンタル大ダウンということで、もちろんね自分自身の能力値も上げれますし、シュート打ってくるフォワード含めて決定力を大ダウンさせる、ウルティマモーラになると下がる分が特大ダウン、上がる分が極大アップになるので、もうやばいよね正直ね。あのミッドフィルダーのロングシュートとかに関してはデバフかかりませんが、それでも極大アップしたこのペテッティのゴールどうやって割るのって話です。で飛び出しもプリサイスブロックなので、飛び出しセービング特大アップしつつスタミナ大ダウンさせるので、私はアウダイール引きましたが、望めるのであればペテッティの時に引きたかったって思うぐらいの本当に化け物じみた選手になってますね。化け物じみた選手というか化け物ですね。現環境の中でペテッティ以上のゴールキーパーいないですし、まあ、この能力値だったらね、多少なんかディフェンス対策指導とかで守備能力、ゴールキーパー能力下げられたところでってクラスになってますね。まあ、パス B があるので、そこの部分でもねロングパスもつけれるよっていうことを考えると、まあ、構成としては例えばロングパスと、ブロック、またはロングパスと、あれかタックルかっていうところもできますし、もうなんかまさしく完璧な選手になっちゃいましたね。はい、ってことでですね、今回ちょっとレジェンド選手解説させていただきましたが、もしね私の視聴者さんでペテッティ引きましたっていう方がいましたらですね、全ての選手を鹿として監督させていいんじゃないかなと思います。私もめちゃくちゃ欲しいですね。はい、ということで今回の動画こんな感じにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。